こんにちは、コスケです。今回は新型ベゼルでオロロンラインをドライブしてきました。途中綺麗な景色を楽しみながら実際にベゼルで食事をして、車中泊の旅に備えて快適さや必要なものなどいろいろチェックしてみました。今回もパンちゃんと一緒に行ってきます。さあ今日はこれからパンちゃんと一緒にドライブ行こうと思いますが、車中泊ではないものの結構荷物いっぱいですね。後ろはテーブルと、まあ、あとはお湯沸かすためのケトルとかそのあたりが入っておりますが、やはりフリードプラスほど余裕はないですよね。あとは実際使ってみてどうなるか今日いろいろ試してみたいと思います。さあ石狩市に入りました。今新千歳空港の方からオロロンラインに行くために山の中を走っております。今日はオロロンラインを北上して益城の方まで向かいたいと思っています。今日はパンちゃんも一緒ですね。いや、やっぱりこの新型ベゼル、うねうねした道は大得意ですよね。めちゃくちゃ楽しいです。ここ最近乗った SUV の中では多分一番山道走ってて楽しい車じゃないですかね。すごい楽しいですね。僕は完全にアクロ走破性と、あとは EHEV というハイブリッドと後ろの広さっていうのを重視してこの車を買ったんですが、走りがいいとは思わなかったね。全然走りのことは考えてなかったんですが、めちゃくちゃいいですね。あれ、ナビの通りに走ってきたけど、この辺ってあれですよね、原油湧いてるとこですよね。あ、ここここ今のとこ右行くと前に行った、まあ、ちょうど1年前ですかね、原油の湧いている石狩油田跡に到着するんじゃないかと思います。懐かしいね。あの時はフリードプラスが納車されてすぐでフリードプラスで行きましたが、新型ベゼルでもまた行ってみたいですね。まあ、今日はオロロンラインに向かおうと思います。さあ、モーライですね。この辺りからオロロンラインはだんだん気持ちよくなってきます。海が見えてきますからね。僕すごいこっからの景色が大好きで、週末はいつもドライブに来ていました。いや、気持ちいいね。最高かな。さあ、熱田の道の駅に到着いたしました。いやー、熱田の道の駅気持ちいいですね。さあ、それでは熱田の道の駅から益城方面に、益城留萌方面に行きたいと思います。こっから留萌ぐらいまでがすごく気持ちいいですよね。さあ、オロロンラインを北上ですね。気持ちいいね。夏のオロロンラインほど気持ちいい道はないですよね。ドライブ好き、まあ、バイクの人も車の人もツーリング好きの人が日本中からこの道を走るために北海道に上陸するというのもすごくわかるぐらい気持ちのいい道です。僕も小樽に住んでいた頃は週1回週末とか天気良ければこの道ずっとドライブしてましたね。今日いつも走ってるこのオロロンラインを走って改めて思うんですけど、やっぱりこの車すごい滑らかですね。あのハンドルとか道路から伝わってくるザラッとした感じとかが少なくて、すごくこう滑らかな感じがします。道にもよると思うんですけど、少なくてもこのオロロンラインに関してはかなり滑らかで、
まあ、CX8 と比べても遜色ないぐらいの、なんていうんだろう、雑味が入ってこない、すごい滑らかな車だと思います。ただこれは走る道によるので、他の街中の道走っている時は、まあ、そこまででもないっていうこともあったんですよ。ただこのオロロンラインに関しては、この道路に関してはすっごい滑らかで気持ちいいです。ちょっとした高級車に乗ってるぐらいの印象ですね。で、今60キロで走ってるんですが、エンジン直結状態で走ってます。パワーフローのところに歯車マークが出るんですよね。なのでエンジンで直接駆動してモーターは使ってない状態になってます。で、今回のドライブは前回インプレはしたので、車の走りなんかの感想というよりはグルメドライブ、鉱石とか荷室を使って快適に食事ができるかどうかというあたりのチェックをメインにやっていこうかなと思ってます。さあ、白金の滝に立ち寄っていきましょうか。白金の滝だったねさあ、奥湯岬に到着ですね。実際の奥湯岬はもうちょっとあっちの方にあるみたいなんですが、今はトンネルができていけないので、ここが奥湯岬ということになっております。日本海に迫る断崖絶壁の厳しい自然条件のもと、陸の孤島と言われてきたこの地に、北海道開発局が24年の歳月をかけて難関に挑み、ここに開通したと。開通してから40年ぐらいでしょうかね。ここは昔は陸の孤島と呼ばれていた場所ですが、今はトンネルもできて車で自由に行き来できるようになっております。で、ここにある滝が白金の滝でございます。ここマムシ出るんですね怖いね。今日天気がいいから、なんか滝もいつも以上に気持ちいいですね。で、海側はこんな感じになっております。今日は波も穏やかで綺麗ですね。多分本当の奥湯岬はあの向こう側とかにあるんじゃないかと思います。さあ、それでは行きましょうか。増毛に向かおうと思います。なんか今日奥の方少し霞んでますね。天気はいいんですが、うっすら薄い雲がかかっているような感じがいたします。ここは右側に断崖絶壁、左が海ということで、ドライブしてても楽しいですし、ここに道を作った人たちの苦労を考えてもなんかこうすごいなという気がします。で、この P 帯で少し休んでいきましょうかすごい、鳥がめっちゃ鳴いてますね。今日やっぱり少し天気はいいんですが、少しこう霞がかかったような感じに見えます。あ、でもこの奥湯岬のあたりだけかな。昔の人ここに道作ったってすごいですよね。今から40年ぐらい前だと思いますが、この断崖絶壁と海の間に道を作って札幌までつなげたわけですね。今日は波も穏やかで気温も高く、散歩してても気持ちがいい天気だと思いますが、
ドライブにもすごくいいですね。さあ、それではトンネルを抜けてさらに北上していきましょう。マシケの市街地はあともうちょっとですね。さあ、それでは寄り道もこれで終わりにして向かいましょうか。タちゃん、もうちょっと待ってて。確認しました。さあ、マシケの市街地に到着いたします。いやー、お腹も空いたのでここらでご飯にしましょうか。で、何を食べるかなんですが、マシケといえばやっぱりタコザンギと甘エビなんかが有名でしょうかね。この辺いっぱい美味しいお店あるんですが、まあ、なんといっても一番有名なのは松倉ですよね。お寿司屋さん松倉がこの辺りでは一番有名な飲食店かなと思います。テイクアウトもできるので駐車場も空いてそうですし、松倉行きましょうか。さあ、松倉に到着いたしました。さあ、それでは寿司の松倉で何かテイクアウトしてきましょう。ここめちゃくちゃ混むんですよね、土日は。さあ、松倉で甘エビ天丼を買ってきましたが、ちょっと今から食べるための準備をしたいと思います。よし、なんとか準備できましたね。やっぱりフリー、おお、パンちゃんダメよ。やっぱりフリードに比べるとどうしても少し狭いのでちょっと苦労はありますが、ただ普通に机を置いて食べることは、パンちゃんパンちゃん危ないよ、机を置いて食べることはできると思います。さあ、それではよいしょ、いただきましょうか。ちょっとカメラの設置が難しいですね。どう設置しようか。ちょっと待って、バンちゃん。それでは寿司の松倉の甘エビ天丼デラックス、じゃじゃん。すごい美味しそう。でもこれちょっと高くて2200円もするんですよね。じゃあいただきましょうか。よし、これでいつもみたいな感じで撮れてるんじゃないかと思います。さあ、それではいただきましょう。これは甘エビだよね。うん、美味しい。まあ、松倉お寿司屋さんなので寿司が美味しいんですけど、天ぷらも美味しいんですよね。で、当然マシケは甘エビが美味しいのですごく美味しいと思います。これ多分甘エビ2つを1つにまとめて。じゃあ、舐めすぎだよ。箱なんて美味しくないでしょ。これ多分甘エビ2つを1つにまとめて揚げてるんでしょうね。まあ、一見1つなんですが甘エビ2本分でとても食べ応えがあります。ごちそうさまでした。美味しかったですね。やっぱりこのベゼル、なんとか座ってテーブルを置いてご飯食べることはできます。ただフリードと比べてこの長さもちょっと短いんですよね。ちょっと短くて縦の空間も少し低いということもあって若干窮屈な感じはするかもしれませんね。食べたいの。今日はお茶にしようかな。天丼を食べた後はお茶が飲みたい気分ですね。ここのスペース自体はフリードプラスに比べて10センチ20センチこう長さですね、狭いぐらいだと思うんですよね。なのでそんなに、よいしょ、
大きな差があるっていうわけではないはずなんですが、やっぱりこの縦の空間が使えない、まあこことかトノカバーがあって使えなかったりするじゃないですか。で、実はそもそもフリードプラスもすごい広いというわけではないので、この10センチ20センチの違いというのが結構大きくて、フリードプラスよりやっぱり一回り小さい空間と、縦も横も小さい空間という感じはします。ただ一人でドライブしてご飯食べるぐらいならできそうですし、車中泊も頑張ればいけそうですね。あのフリードプラスってこの空間プラス下に床下収納があるじゃないですか。で、このベゼルはその床下収納がないので、寝具をどうするかっていう問題がすごくありそうですね。寝具を置くともうご飯食べる場所ないので、まあ、いかに寝具をコンパクトにしてくるかと、どこに置くかという問題が解決できれば、まあ、なんとか車中泊もいけるかなというような気がいたします。冬とかはこのベゼルで車中泊やりたいので、ちょっといろいろ工夫して快適に寝られるようにしたいですよね。早速ベゼル快適にするためにシートの裏にこんなのをつけております。ティッシュと、あとは小物入れですね。ここは箸とか、あとは紙コップなんかが入ってますが、収納スペースがやっぱり足りないので、いろいろ工夫しないとダメかもしれませんね。何してんのパンちゃん、パンちゃん何してんの。あ、喉乾いてんだね。すごいパンちゃん賢いね。これ飲む。はい、さあ、それじゃあ最後タコザンギ食べて帰りましょうか。マシケーキ、増毛じゃないですよ、マシケーキでございます。実際に益城駅があった時に使われていたホームが残ってるんですよね。これも当時のものがそのまま残ってますね。廃線になるまでは普通に使われていた駅のホームです。天丼食べたばっかりなのに買ってしまいました。タコザンギです。パンちゃんザンギは食べれないな。じゃあいただきます。うん、揚げたては美味しいね。今外でタコザンギ買いに行って、スマホでエアコンつけたんですよね。で、そのまま車に乗り込んでもエアコン切れずにそのまま使えます。で、車のエンジンもかかってないね。バッテリーなくなったらどうなるのかちょっと気になるので、このままつけっぱなしにしたいと思いますが、ドア開けるたびにエアコンオフにならないのはすごくいいですよね。乗ったら涼しいまま食事ができるという。ちなみに運転席のメーターはこんな状態ですね。基本的にはディスプレイなんかは全てオフになっていますが、エアコンだけついているという状態になってます。いつエンジンかかるんでしょうかね。あ、今エンジンかかったね。まあ当然ですが、バッテリーが減ってくるとエンジンがかかるみたいですね。でもやっぱり停車中エンジンかかってもエンジン音結構静かなので、フリードプラスほどは気になりませんね。外がちょっとざわついてたらエンジンかかったのあんまりわかんないかもしれないです。振動もほとんどないしね。いや、ほんとスマホでエアコンのオンオフできるのはいいですね。さあ、それじゃあこの後少しだけ用事があるので、それを済ませて帰ろうと思います。よいしょ、パンちゃん片付けるよ。
これどうなんでしょうね。食事の時はテーブルあった方がいいけど、よいしょ。でも普通に椅子の状態にしても、シート起こした状態でもご飯食べれますからね。あの車中泊の時だけこのテーブル使うというのがいいかもしれないです。パンちゃん危ないよ。最後は熱田の道の駅でも立ち寄って帰ろうと思います。もうちょっと走っていたいですけどね。さあ、少しここで休んでいきましょう。今熱田の道の駅の駐車場なんですが、この駐車場見ての通り少しだけ段差あるんですよね。どうやらその段差に反応して障害物があるよというサインが出ています。まあ、このぐらいだとバンパーの下に入ると思うのでぶつかることはないんですが、こんな小さな障害物も検知するんですね。段差的には全然ぶつかりそうもないですけどねそれでもこの段差に反応してましたね、センサー。さあ今日は熱田の道の駅の上から海と熱田の市街地を眺めて終わりにしたいと思います。ベゼルでのグルメ旅とか車中泊はやっぱり車内が少し狭い分、いろいろ工夫しないとダメですね。ちょっと今後いろいろ工夫を重ねて快適に車中泊とか旅ができるように考えたいと思います。荷物をもっと減らさないと、フリードプラスの気分で行くとちょっと厳しいので、ちょっと荷物をいろいろ減らそうと思います。それではまた次回をお楽しみに。いや、気持ちいいですね。